本日は1月15日後楽園大会カード発表会見にお越しいただきましてありがとうございます。カード発表を前に、代表取締役黒潮岡の方より一言いただきます。はい、本日は、スターの6周年記念日の会見なんですけども、それの前にですね、先日の新木場大会で、アーティストオブ選手権が一応返上ということで、王座決定戦を1月7日からなんですけども、ここで正式に木村京子、花月バイパー組という対、白井を葉月渡辺桃のタイトルマッチを一応王座決定戦として行うことをここで発表します。では第1試合から行わせていただきます。タッグマッチ15分一本勝負、七瀬アリス安住対東蘭夏子岩川、日本選手お願いします。はい、デビュー戦で、今回はデビュー戦で戦った夏子とタッグなんですが、心強いパートナーだと思うので、2人で協力して絶対に勝ちたいと思います。はい、オーナーラムシャー東蘭夏子です。今回は初めてルアカちゃんと一緒に組むということで、なんか時々似てるねって言われることがあるので、まあ、この妹みたいなルアカちゃんと一緒に、まあ、このちょっと生意気な2人をぶっ倒したいと思います。はい、アリスとアズミはこの2人より先輩なので、先輩として絶対余裕で勝ちたいと思います。はい、新年初の後楽園大会はアズミさんとタッグということで、初めてのタッグなんですけれども、相手は夏子とルアカで、新人戦で戦った相手なので、絶対に負ける気はしないです。頑張ります。ありがとうございました。3Wayマッチ15分1本勝負、葉月対コナミ対クリス・ウルフ、お願いいたします。もしもし、エイゴ大丈夫？ちょっと疲れた。 Is that okay, right? ちょっと、It's been a while. ちょっとね、ごめん、日本語忘れた。 The last time I had a three-way at Korakuen, it wasMy debut. Do you remember? So this time I think I want to try to stop digging around and try to win. Both my opponents are really strong. They're delicious. But I get too excited and I'm going to try to actually wrestle. Ha! 疲れたんで英語ですいません。で前回スリーウェイでやったの、覚えてるんだ、自分のデビュー、試合をしたのを覚えてるんだけども、今回は自分から勝ちに行くトライをして、必ず勝ちに行きたいと思います。で今度の相手っていうのは2人ともすごい強そうなんだけども、だからこそ自分はワクワクしてるよって感じです。ありがとうございました。はい、どういう試合形式にしろ、自分を信じて戦えば大丈夫だと思っているので、私は勝ちを狙いに行きたいと思います。まあ復帰して初のスリーウェイで、まあでも2人とも復帰して初めてなんですけど、まあ、自分が余裕で勝ちたいと思います。ありがとうございました。お願いします。続きまして、シングルマッチ15分一本勝負、三村ひろみ対阿野沙織、お願いします。三村ひろみです。今回2017年最初の後楽園ホールで阿野沙織選手と戦うということで、去年シングルでやらせてもらった時はドローで
終わっていて、その後副通タッグとして一緒に切磋琢磨しながらやってきたわけなんですけれども、まあ、今回ね、その副通の精神勝負ということで、はい、そのタッグの経験も生かして自分が精神が上だということを今回証明して見せたいと思います。2017年勝っていいスタートを切りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。続きましてシングルマッチ15分一本勝負、ジャングル強な対シャイナバズラ、お願いします。ジャンジャン投げてぐるぐる回せ、どんな相手も投げ倒す密林パワー全開、ジャングル強なジャン強です。はい、2017年、一発目の後楽園大会ということなのでね、シェーナは、この間タッグを組んで、試合を一緒にしたんですけど、ブラジリアン柔術とかあとムエタイとかをやっていて蹴りとかがね強いみたいなんで、そこちょっと気をつけながら、まあね、一発目なんでここは景気よく自分が勝ちに行きたいと思います。I spent the past 16 years traveling the world to test myself against the best that combat sports has to offer. And that's why I came to Stardom, because the best wrestlers in the world are here. And nothing changes. I test myself against the best and I've always conquered those tests. And that stays true now. Jungle Kiona is just the first step in these tests on my way to conquer Stardom also.私は、過去16年間、格闘技で世界中を回って自分自身をテストしてきた。でベストになるために、いろいろな試合をしてきました。で、そしてここスターダムに来たんですけれども、ここスターダムは世界でも有数のレスラーがいる、団体であります。で自分の、戦いに対する気持ちは、変わらないです。で、ただ相手を圧倒するだけです。で、ジャングル強打には私のステップアップになってもらうだけですよ。お願いします。続きましてハイスピード選手権試合30分一本勝負、王者岩谷真由対挑戦者渡辺桃。王者岩谷真由は10度目の防衛戦となります。スターダム1期生ハイスピードチャンピオンの岩谷真由です。この度10回目の防衛戦、今までこのハイスピードのベルトは過去3度か4度が最多防衛記録だったのを自分が塗り替えて、もう今回10回目です。その一区切りの試合、そして岩谷真由7年目の記念試合、そこで桃と試合ができるのは本当に嬉しく思ってますけど、ちょっと桃は最近体がすごいたるんできてると思うので、
全然ハイスピードの動きについてこれないと思います。だからちょっと減量して動ける体になってもらいたいですね。まあとりあえずモモとはハイスピード2回目なんですけど、やるのがまあ今までずっとハイスピード欲しいって言ってきてくれて、まあそうね、岩谷真由みたいになりたいって言って入ってきてくれたので、そういう姿で今後もいられるように自分がきっちりモモを仕留めたいと思います。クイーンズクエストの渡辺モモです。私はいつでも絶好調だし、動きにも問題はないのですけど、岩谷真由、お前は動ける体を作ってそんなガリガリなのか、それとも渡辺モモが怖くて食事が喉を通らないのか。まあいいよ、私がこのベルトを取って最年少ハイスピードチャンピオンになりたいと思います。そしてスターダムの新しい歴史を作っていきます。ありがとうございました。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、お願いします。モモ選手にお聞きしたいんですけども、モモ選手は普段学校があるのでこういった会見に出られないことが多いと思うんですけども、こういった会見の場で調印式を行うというのはどういう気持ちでしょうか。あともう一つ、もしベルトを取った場合学校に持っていきたいですか。そうですね、調印式とか初めてなんですけど、初めてがハイスピードでできてよかったのと、会見もいつも出れないんで逆に意気込みが思いっきり言えていいなと思ってます。ハイスピード取ったら学校に持ってきます。そしてそこら辺の女子高生に自慢してやりたいと思ってます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。今は岩谷選手に憧れの気持ちがどの選手はありますか。今は全くないです。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。それでは写真撮影の方お願いいたします。お願いします。1番お願いします。
たいと思います。はい、先日の後楽園ホールでもう念願の本当に欲しかった欲しかったオッテスのベルトの王座になりました。でも今回ヨーロッパ最強自称ですけどねの2人と対戦するんですけど、やっぱりここで、ね、うちらが BY4 が守らなきゃいけないの でこの前取った意味も本当になくなってしまうので、私たちは必死でこのベルトを守ります。そしてサンダーロックのね、防衛回数を抜きに行きたいと思います。はい、北条かえりです、まずはですね、スターダム6周年記念大会、見てください、このポスターを見て見て見て、あの5周年の時よりこれ日本人だけですよ、所属選手、あの日本人だけでこんな大ボリュームのスターダムになりました。小田さんね、あの6周年もバンバン、スターダムこの人数、そしてプラス外国人スターダムワールドということでですね、ライジン選手もバンバンスターダムに参加するので、参戦するので目を離さないようにということで、ウェルカムトゥスターダム、ウェルカム、ウェルカム、ケイリー・レイ、そしてニクソン・ニューレイ、 OK? はい、ということでですね、この2人と防衛戦をするんですけども、え、違う、ニューレイじゃない、ニューレイ、ニューウェ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 イ、ソーリーソーリー、ビコッテーということでですね、あのサンダーロックのね、防衛回数を超えるために鍵となるのはこういった外国人選手との対決となります。すごく大事なんです、これがキーワードなんですけど、この2人はですね、私去年一度あのヨーロッパ遠征行ったんですけども、あのトーナメントでもこの2人はですね、あのワールドトーナメントでも2人はトップレベル、2人ともかなり上の方行ってましたね、お母さん、うん、1人しか行ってない、あ、そうですっけ、あ、そっか、そうだった、でもかなり上の方に行ってましたし、決勝にニクソン行ってますよ、まゆさんとね、まゆさん決勝戦、そうですよね、引き分けで、はい、そうなんですよ。なのでかなりね、蹴りがうまいタッシャーナー選手なので、陽子さん蹴り対決で絶対負けないでください、はいはい、でケイリー・レイは本当にヨーロッパでも大人気でナンバーワンの声援をもらっていた選手なので、本当にテクニック、プロレス、パワー、メンタル、全てにおいてね、トップレベルの選手だと思うので、ここは油断は本当にできないと思うので、一度目の防衛戦が一番私的にね、難しい、ね、大事なところなので、そこは必ず BY4 でね、はい、防衛したいと思います。そしてこのベルトをね、あのスターダムのこのタッグのベルトをですね、世界に広げていくためにも、こういった外国人選手からどんどん防衛していきたいと思います。I'm brought into Stardom with my tag partner, Kaylee Ray. And when you team someone from the valleys and the bonnie bonnie hills of Scotland, you know you've got Britain's, well, not even Britain's, you've got Europe's most strongest world, the world's most strongest and athletic tag team. ここにいるタッグパートナー、ケイリー・レイ選手と組めるのが非常に、ここ日本で組めて非常に嬉しく思っております。でケイリー・レイ選手はスコットランドからやってきた、非常にいい選手であり、ヨーロッパ、英国を代表するチームです。でヨーロッパ最強のチームであると思っているし、非常にアスレチックな、非常に優れたタッグチームだと思っているので、タッグ戦が非常に楽しみです。As my lovely tag team partner, Nixon Newell, just said, we are from Bonnie Bonnie, Scotland and the Welsh Valleys. We have travelled all over the world, whether it's Japan, America, Timbuktu, we've been there, we've done it, and we have impressed anywhere we have went. And for yous two, all I have to say is at Corrick and Hall, yous two can get it round yous. Just the same way, our bum bags are round us right now,
Those tag team belts will be around our waist on January 15th. ここにいるタッグパートナーにニクソン・ニューエルと、2人で、今回タッグを組みました。で私はスコットランドですけれども、彼女はウェールズの出身です。で、私は世界中をこれまで回ってきました。アメリカにも行ってきたし、どこへ行っても、一流の戦いをしてきたと思っております。で、後楽園ホールで、私たちのチームの実力というものを見せてやりましょう。で、ここに、いるタッグチームから、タッグ王者チームからベルトを取って1月15日の後楽園ホールは、そのベルトが私たちの腰に巻かれることになるでしょう。え、待って、初タッグですか、2人は。いや、と違うと思います。前々からハビエバーメイドチームに出場が有名です。 Yes, we have. Uh-huh. And we were successful. How many times? Can you count on two hands? Can you count on two hands? 何回もあっても2桁ぐらいは組んでます。え、なんか必殺技みたいな連携あるのかって。We have many specific moves that we will not be telling either of you. You can wait till January the 15th to find out. いろいろありますけれども、1月15日になればわかりますよ。そっか、前哨戦はないということですね。あるよし。こっちだっていろいろ用意してるからな。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。黄色い方の2人は髪の色とか長さとか髪型が全く一緒なんですけど、それは偶然なのか狙っているのか。偶然です。え、一緒ですか。すごい、もーちゃん、あれですね、あの新日本のあれですよ、あの兄弟のようなニクソン、あれ兄弟の名前、ヤングバックスですよ。あのヤングバックスのように、あの姉妹のような、はい、シンクロしてますね、自然と。で、たまたま、そう、自然とたまたま。たまたまです。はい。維新で、新規なんですね、はい。これはいいことだと思いますよ。はい。ちなみに昨日も、新日本プロレス、観戦行ったんですけど、やっぱそういう、ね、次タイトルマッチ、外人選手とタッグのね、ベルト戦ということで、その辺もすごい、いろいろ研究したんですけど、やっぱり外国人選手って独特の間とか、奇想天外なムーブが本当に多いなって改めて思ったので、本当に集中して、はい、挑みたいと思います。他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。昨日新日本で特にどの外国人選手を見てなんか感じました。それどう。わー、でもやっぱり新日本ね、今新日本さん半分ぐらいがね外国人選手が占めてますけど、なんだろう、日本のプロレスにもちゃんと対応している中で、なおかつその海外の独特のムーブ、うん、見たことのないようなロープの使い方とかコーナーの使い方とかロープワークの仕方とか、すごいいい発想をもらいましたね。やっぱりケニー・オメガ選手とかヤングバック、まあ、タッグとなるとやっぱりヤングバックスのあのなんだろう、発想力ですかね、多分全部兄弟で一緒に考えてるんでしょうけど、連携技とかそういう発想あったんだっていうムーブが本当に多いなって思ったんで、ちょっと私もなんだろう、真似をするっていうのでもなく、なんか頭をもっと柔軟にして、リングってやっぱりロープ周り、キャンバス、エプロン周り、場外周り、本当に広い空間だと思うので、もっと、頭を柔軟にしていろいろ考えて、ようこさんとのね勉強だができるんじゃないかなとは思いましたね。その次の試合では、そのオメガ選手とかヤングバックスにちょっと、そうですね、ちょっとインスピレーションをもらったので、何個かもう、あ、こういうのできるなって、ようこさんとのやっぱり2人とも全然ファイトスタイル違うので、蹴りとエルボーとかあるので、
あ、こう組み合わせたらいいかもって私思ったんでメモしてるんで後で、はい、会議します。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。では写真撮影の方お願いいたします。お願いします。何や、ウエストポーチじゃね、あれなんかウエストポーチ巻いてればいいよね。まあ、いや、あれがベルトだって言ってんの。お願いします。一枚お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。続きましてメインイベント、ワールドオブスターダム選手権試合、王者白井亮対挑戦者バイパー、王者白井亮10度目の防衛戦となります。いいものはいいですし、悪いものは悪いとはっきり、私はクイーンズクエストとして発言していきたいと思ってるんですけど、まず一つ、今回の対戦相手バイパー、めちゃくちゃいい選手です。はい、とてつもなくいい相手です。まあ、なんでかというとですね、去年の2月に、私確か2度目のこの赤いベルトの防衛戦だったと思うんですけど、一度バイパーとはねタイトルマッチをやっているんですけれども、まあ当たるまでただの体がでかいだけのね、外国人選手かと思ってたんですけれども、これだけでかいのに、とにかくパワーもある、動ける、顔もかわいい、飛べる、まあとてつもなくいろんな才能を持っているね、世界の強豪であることを認めざるを得ない、試合をしました。ただね、その中で私はバイパーを制して、そしてそこから守り続けてまだこのベルトを持っているので、今回も必ず防衛すると思ってますけれども、さらにこの試合、6周年スターダム6周年記念という舞台の他に私の V10 もかかってまして、自分自身の記録が、前回第3代王者の頃に V10 柔道防衛記録作ってて、その記録に自分自身が挑む、自分自身の記録を超える、そういった挑戦も課せられています。バイパーに関しては前回潰されるか投げるか、その2つに1つで投げ切ったんですけれども、今回もまたバイパーを投げ切って後楽園ホールを熱狂させることを皆さんにお約束します。この試合、自分にとっては再会という言葉がすごく心に刻まれますね。バイパーとの再会、ジャーマンでぶん投げるということの再びの挑戦、そして V10 の記録に再び挑戦する、いろんなことが2度目巡ってきてるんですけれども、全てを達成した上でさらに前回を上回る興奮を皆さんに与えることをお約束します。So, rewind a bit this time last year.
I made my debut in Stardom and I absolutely wiped the floor with every single one of yous. And within 2-3 weeks, I was challenging Io for the Red Belt Championship. I didn't win, but I came this close. And since I've been away, I've kept my eye on Stardom, I've kept my eye on Io, and absolutely nobody has came as close to taking that belt off of you as I have. You know that, I know that, they know that. Everybody in this room knows that I'm the only person that's liable to take that off of you, and everybody in this room knows that any match with me versus you is absolute money. So I became the first person, first wrestler from Scotland to main event Kooragan Hall last year. This year, I'm still going to be the first Scottish wrestler to main event Kooragan Hall, and this year I'm going to be the first Scottish person to take your belt and dethrone Queen Io. And your dad sells Avon as well.試合には勝てなかったけれども、すごい、ものすごい接戦だったんじゃないかと私では思っています。それ以来、私はイオを狙ってきた。で、イオと匹敵するような選手というのは、いないだろうと、そういうことを感じてきました。で、それは私も分かってるし、みんなも分かってるんじゃないかと思う。で、今度の試合で私は、スコットランド出身の前回の試合で、私はスコットランド出身で、後楽園の名誉を飾った初めての選手になったんだけれども、次の試合は今度はスコットランド出身で初めて赤いベルトを、巻く選手になっているんですね。で、イオからクイーンの座を奪ってみせましょう。ありがとうございました。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。質問。リベンジマッチということでイオ選手は何か難しさ、前回を超えるものいろいろあると思うんですけど、リベンジマッチの難しさみたいな感じてたりするんですけど、もし感じてたら、リベンジマッチ、再戦。まあ、再戦、ありますよね、当たり前ですけど。前回、初めてやることに関してはもうゼロなので、予備知識がないので、やってしまったことがそこで起きたものがすべて、それ以上もそれ以下もないんですけども、今回、前回バイパーが言った通り接戦だったと思うって、確かにそう思います。私ももうあんなに体がねじ切れるほどこんなに重いものをぶん投げたことないし、これから先生涯こんなに重いものを持ち上げることなんて二度とないと思ってました。だけど今回巡り合わせでこうして再戦が決まったので、投げなきゃいけないし、投げるからには前回以上の興奮を皆さんに味わってもらわなきゃいけないし、私はそれをやる。そこが私に課せられたテーマであり、新しいテーマですよね。前回は投げるか潰されるか、今回は必ず投げる、さらにその先を見せるっていうところがぶち上げなきゃいけないので、ハードルは前回がね接戦だっただけに相当上がってますよね。その辺難しくはあるかもしれないですけど、白いようにできないことないんでやります。やはりご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。では写真撮影の方お願いいたします。お願いします。もう一枚お願いします。はい、ありがとうございました。お願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。
んけど。お願いします。もう一枚お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。